皆さんこんにちは。今回は違う漢字探しです。たくさんの漢字の中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいるので20秒以内に探し出してください。それでは早速やってみましょう。1問目です。渡るという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに単という漢字がありました。これは見つけやすかったですね。それでは次に行きましょう。2問目です。回るという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに同じという漢字がありました。この回るという漢字は回転する渦の形からできたそうですよ。3問目です。円という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにていという漢字がありましたね。よく似ている漢字でしたね。次もしっかり見て見つけてみてくださいね。4問目です。待つという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに杉という漢字がありました。たくさんの漢字の中から見つけるのは集中力がいりますね。それでは次に行きましょう。5問目です。りという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここに埋めるという漢字がありました。向きも大きさも変わりましたが見つけることはできましたか。埋めるという漢字は土で隠して見えなくするという由来がありますよ。6問目です。狐という漢字です。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここに子という漢字がありましたね。制限時間内に見つけることができましたか。7問目です。船という漢字です。違う漢字はどこでしょう。終了です。答え合わせです。ここに半という漢字がありましたね。8問目です。技という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。
終了です。答え合わせです。ここに枝という漢字がありました。いかがでしたか？問題はあと半分ですよ。集中してよく見てくださいね。9問目です。レイという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここにふんという漢字がありました。このふんという漢字は雰囲気という単語で使われていますね。気分や気配といった意味がありますよ。10問目です。のという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに悩むという漢字がありました。よく似ている漢字でしたね。それでは次に行きましょう。11問目です。席という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに折るという漢字がありました。12問目です。がという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに地という漢字がありました。問題はあと3問です。正解を目指してよく見て見つけてくださいね。13問目です。偽という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここにためという漢字がありましたね。制限時間内に分かりましたか？14問目です。まことという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに試すという漢字がありましたね。最終問題です。タイという漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに熊という漢字がありました。最後に画数の多い漢字でしたね。正解できましたか？最後におまけの問題です。10秒で違う漢字を探してみてください。終了です。見つけることができましたか？これは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、答
態をチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。漢字探しのこの動画は地の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。